はい、めぐみさん公園で、これもともとね、古墳でございますんでね、ちょっと見上がってみましょうかね。古墳かな。ちょっとからこれ二号墳言うて、まだ書いてあるんだけど、ちょっとわかりません。古墳なら古墳のね、正規碑ぐらいなんか立ってるでしょ。で山の上ね、ちょっと広そうよね。宝塚古墳の横の方にあるんだけどね、まあ、ほんまに公園でしたわ。残念でございました。あの公園か、違うね。これやっぱ古墳でしょうね、これ。こうね、この形そうやわ、これ。他の辺にあるとね、円墳かな。丸くなっておるしね。二号墳って書いてあるけど、古墳ですよ、これ。この前来たのはこうやったんですよ。ちょっと違うかな。宝塚古墳の横、ここかもしれんね。俺勘違いしてるか。いや、ここここここですわ。ずっとこの前ね、宝塚古墳を回ってたらね、ああそうやそうや、やっぱりそうですわ。これの古墳やったんかい。入りました、この前。だいぶ前やけど、ここ入りたいと降りれんねんな。車の下に止めたんやけど降りれんか、間違いないやつ。これ二号墳ですね。二号墳、まあ、一周これ止まってみましょうか。歩いたね、なんかこの前ね、こうずっと歩いたんやけど、宝塚古墳を一周回ったらね、住宅街なんかもう一回ふるっと回らないかんから、2、30分かかったんちゃうかな。古墳自体はそんな大きくないんですけどね、古墳に入ってもね、抜けられへんな。ああ、ここ歩いて歩いた、ここ随分時間かかって30分かかったから、これこれ、ここ古墳ですよ。これ2号墳かの感じだったね。まあこの石垣はまだ新しいからね、まあ切ってんでしょうけどね、こうやったもんね。高さで20メートル近くあるのしたから、ね、15メートル以上あるんちゃうかな。20メートル台ぐらいやわ、こんなんですよ。4号墳がね、もう一つあるんやけどね、4号墳、あの向こうか、これが2号墳やからね。4号墳がね、ずっとちょっとわからんな。いや、あの向こうの森がそうかもしれない。4号墳かもしれない。あれね、ネズミ公園でございます。名前が長いんで面白くなかったね。